どうもこんにちはナウキヤですこんにちははいえー、またもやメダカの窃盗が発生しましたしかも福岡ですお隣福岡そうですねもうほんと近いとこでまたありましたねもうこれってあれやろねもうもう次から次に起きるんやろかなんやろこれ、うん ね、もうもしかしたらよもうあれようちらも気づかんっていうかそのもう取られとることすらわからん案件もいっぱいあるかもようんで今回ははいあかねめだかさんですもうめだかを根こそぎ根こそぎよ行か、ね、れたっていう情報をいただきましたよ先にねはい、はい、もうね 見る限りないよね。ひっくり返されて、れね。ねで。もういないんでしょうね、全部。うん。ね。オリジナルのメダカから、うん、いろんなメダカ、うん、根こそぎ持っていかれたと言ってますよ。うんうん、なんでしょうね、これは。もう、また起きるんようん。ね。また敷地内に入ってきとるんよ、うん これん庭なだろうね、うん、敷地ないでしょうどう考えても全く、うんうん、敷地ない、ね。うん、なんかあのねあかねさんと出会って、うん、イベントでお会いするたんびに、うんね、知らない私たちに、ねうんはい、丁寧に説明してくれたメダカたちとかもいたのにそうやって。うん ね、いつも,、ね、もうなんか気にかけてくれてね、うん、いろいろお話ししてもらってね。なねなんかバカなバカなこと、ね、聞いたりも、ね、<う>したけど、ね、丁寧にそこもそうだよって教えてくれたねあかねさんのそのメダカたちを、うん、こうやってねえ根こそぎ取っていく<ょ>もうんかねなんか。 もうショックショックよ、うん、もうショックやし、うん、やっぱそうやってちょっとうちらも少なからずお世話になっている来た人、まあ、身近じゃん、うん、もうその人がもうメダカを根こそぎ持っていかれたって、うん、ちょっと腹立って仕方ないね。とね、うん、しかももうほら金さんって結構。 もうイベントとかもカネさ,、うんうん、さんも多分出店予定もあったでしょうしね、うん、もうこうやってメダカおらんけんさ、うん、それはもう出店も難しくなるよねって言われてて、うん、な何やろう楽し人の楽しみまで奪って何が楽しいんやろうか,、うん、なんかほら本当に前ねクライムさんの品評会の時とかもさ審査員されて、うん、すごく ね、あのメダカを見る目っていうのなんか姿とか見て本当にやっぱメダカへの対しての熱意はすごいよね、うん、そうそうすごいなーってーあの時も改めて感じてね,ねなんかそういうの少し私たちは少しばっかりだけどね見てきてねこんなね残念ですようもう残念だしや やっぱり敷地内にもまた勝手に入ってきとるし、茜さんたちのその精神状態とかもちょっと気になるし、う,ん,うん、なんかこう、こと、言葉でう,んうまく組み立てれんけど、なんかこう、もうま、ま、ま、なんでこんなことするんやろか。 また前回の動画と多分繰り返しになるんやろね、うん、もう普通そういう人たちはもう普通じゃないし、うん、もうなんかうちらが何言ってもなんかう抑止力にならんのやろうし、うん、さっき冒頭でも言ったけどこうやってなんかもしかしたら他にも撮られてることすら気づいてない方もいらっしゃると、うんうん、めちゃめちゃ各方面各地で。 こういうことが当たり前に起きとるんやのかね、うん、本当はねすぐ捕まえてほしいし捕まってほしいけど、まあ、なかなかやっぱり難しいのかなそ,そうね、うん、そういう事件に代償をつけるわけじゃないけどうんう 敷地内入ってますけどね、うん、勝手にねもうあの盗む盗まないもうもちろん盗むのももちろんいけないけど<ー>そこに入ってる時点でもダメ,ダメだからねまずそうやって勝手に私有地に入って<ー>もうその時点でも犯罪ですからねうん前回の岡山の動画もそうだけど、うん、今回もそのね、うん なんかこう、被害者か。うん、被害者なのにこう、なんか、精神的に大丈夫なんかね。うん。なんか、やっぱ辛いやろね。その、これ、どれだけ時間とさ、あの、いろんなものをこう、費やしてきたかっていうのが、やっぱうちらも、その、出会ってまだ1年だからさ、うもうなんか、語れんし、わからんし。 だけどいや、もう辛いな。私たちには計り知れないよ。ね、相当辛いと思うよ。本当に。でも、その中でも、私たちにもちゃんと D. M. くださって。ね。ね説明してくださ。って説明してくれたしね、うん。こうやって写真もね、本当はこういう写真も送るのも辛いかもしれないけど。ね。う,ーんうん。ん。そうね。うんなんかこう。いやー。 もうこれ今の時期今の時期だってもう今からもうイベント始まるよ、うん、いろいろそう今からっていう時にまたねスケジュールも決まってるだろうしねうでもう主催側としてもそうだしう出店側としてもまあかねさんのことやけんいろんなところから多分お誘いがね来てると思うしうもう どう考えても難しいやろうねうーんちょっともういたたまれんわーうーん何やろもうやっぱうちも知っとった,と知っとったんやろかなんかある程度土地勘とか情報がないと,、ね、とかじゃないとなんかここまでできないような気もす、ね、も勝手いうちらのもう見解なんで ちょっとね、勝手に、うん、勝手にも全部言ってるけどちょっとな,、うん、なんかそうそうじゃないとな、うん、でねこれがこの答えとサラが、うん、まあ取られてるわけですよ、うん、もうね金品評会でも一席、ね、取ったメダカも簡単に持っていっとるんよね、うん、やつは。 ね、やつらやつなのかやつらなのかわかんないけどあのキュープレでね賞を取られて賞状を持ってねあの光景もね私たちも見てるからねなんかほんときついよねもうちょっとなくしたいねなくしたいけどどうやったらなくなるんやろうかおらんごつなるんやろうかうこういう事件が止まるんやろうかうんもう結構な 事件ですけどね。うん、もう、窃盗、なんとか、なんか、警察、はじめ、なんか、誰かなんか、動いてくれんやろうかね。うん、もう結構、どこそこ、こんなも頻繁に起きよったらさ、うん、本当にいいんやろか、の話にしといて。うん。うちら、なんか、こうやって YouTube に動画で、うん、ちょっとやることしかできない。 んかこう,こういうことでもなんかちょっと事件をなくしたい、うん、知ってもらいたい、うん、こういうことが起きてるんだっていうのをさうん、うん、またちょっと、まあ、こういう形でまた報告してしまうっていうのもちょっとやっぱ残念、うん、悔しいだけどやっぱ知ってほしいよね何、うん、らかの形どんな形でもいいからねそうねあ、うん 何度も言うやけどもう立派な犯罪ですからもう絶対やめてくださいはいこういうことはもう絶対ダメですダメですはい